はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。信長の野望早々戦国立志伝井伊家でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、独立戦争を仕掛けたものの今川にほぼ全面降伏的な和解同盟の申し入れをして一時その場をしのいだんですが、現在はですね、武田からかなり、攻撃を受けていて困っているという状況です。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはこの金ヶ崎なんですが、金ヶ崎はもう放棄せざるを得ない状態になってますので、清水山まで一度交代しましょう。我が王の城、包囲されました。加勢いたしますぞ。敵が我が領内に向かっております。敵に城を奪われました。武田の猛攻が半端ないことになってるんですよね。まずはですね、今川との同盟を盤石なものにした後に、来たるべき決戦に備えて、まずは武田を押し返すっていうところを進めていかなきゃいけないんですが、いかんせん武田の圧力が強くて攻勢に転じることができていないという状況に続いていますので、まずはこれを打開するために今川との同盟を盤石なものにする。そっからですね、でこれ以上領地を減らすと今度は兵力でだいぶ武田に水をあけられてしまうので、これ以上兵力差がつかないように領地を減らさないように気をつけていきたいと思ってます。で本拠地はですね、ちょっと移しました。今まで末盛城に置いてたんですが、これを今は天神山に移してます。というのも今川に通うにあたっては天神山の方が近いっていうね、それだけの理由なんですが、まあ何はともあれ今川に頭を下げ続けるしかないという状況なので、まず今川さんと最低でも12ヶ月間の同盟が結べる状態に持っていきましょう。で朝廷外交の状況はというと、あと4ヶ月で100になります。で今川との同盟状況というと、今同盟は切れているんですが、信頼信用40というところに持ってきてます。なので、まずはきっちりその場をしのぎましょう。敵が迫っております。で清水山城は防衛したいんだけど、清水山にあまり兵を割くこともできないので、御所からだけしか兵が出せないかな。で鎌場城も厳しいけど、ここは観音寺から兵を出しましょう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。まさかここまで武田に押し込まれるとはな。まあ、清水山鎌場、ここは何としても守りきりたいけど、ただ運がいいことに武田と今川が潰し合ってくれてる状況にはなってるな。この状況をうまく利用しよう。ってことは鎌場に差し向けてる軍勢を引き返すことができるな。鎌場の軍勢を清水山に差し向けましょう。承知しました。逃げたければ逃げなさい。
ここは武田軍と今川軍が激突してくれてるっていうのは大きいな。で早速兵を返していきましょう。いやこれは本当にありがたい。今川に援軍を要請したつもりはなかったんですが、結果的に小谷城周辺で武田と今川がぶつかってくれてるので、この機を逃さず戦力の回復に努めましょう。完全な棚ぼた的なラッキーさはありますけどね。これを逃す手はない。ある程度戦力の回復がなれば再び攻勢に出ることもできるでしょうという目論見もありますからね。でこの後は今川とせめて12ヶ月の同盟が結べるような状態になるまで粘りましょう。清水山に2万の軍勢か。清水山は先ほどから言ってるようにどうしても交代できないので、清水山を守るための軍勢を出していきます。皆我に続く。城が取り囲まれました。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。贈り物が送れる状況になったらもうすぐさま送っていきましょうね。今川には。さてどうするかだな。ここからまずは何といっても清水山の防衛が最優先なので、清水山を防衛しつつ今川との同盟12ヶ月が結べるようになるまで粘りましょう。ここで今川との同盟が6ヶ月なんですが、6ヶ月じゃ短すぎるのでこのまま続けます。12ヶ月の同盟が結べるようになったら12ヶ月の同盟を結んで、でその後に武田から城を奪い返しましょう。で12ヶ月が過ぎてもし今川と戦闘になるようであれば朝廷外交を使って和解していきます。軍勢がちょっと足りないな。乙葉城からも出すか。清水山は落とされたくないのでここは軍勢を出していきましょう。城が取り囲まれました。我が方の城包囲されました。待機せよ。よし、退けたので帰ります。ちょっとこの今の戦力的な均衡をいかに保つかっていうのもポイントになってきそうな感じですね。武田にこれ以上城を渡したくないという思いと、かといってあまり兵を出しすぎると今川につけ込まれる可能性があるので、まあ、そこはと言っていると今川か。ここで今川ね、和解しましょう。6ヶ月間の和解をしたのでこの隙に城をいくつか取った方がいいんだろうな。
武田から城を取り返せるかって話だけど、どうだろう。かなり戦力が出てるな。金ヶ崎ぐらいだったら取り返せるかな。ちょっと賭けだけど怖いな。やめといた方がいいかな。どうしよう。ここで兵力を失うのはちょっと怖いですよね。やっぱちょっとやめましょう。あくまでも今川と武田で争わせましょう。ご命令ください。先月の収支です。でだ、外交贈り物で送れないんだよな。今は信用は50あるな、今川とは。で、停戦の期間が残り50ヶ月か。で、まず絶対やんなきゃいけないのが朝廷外交ですね。で、速攻で贈り物を送りましょう。で、そのためにはやっぱりその今川が停戦明けにいきなり攻めてこないように、城のなんていうのかな、守りというか兵力は十分にしておく必要がありますね。金ヶ崎で今川と武田が潰し合ってくれるというのが理想の展開いいですね。で、それまでの間何をするかというと、もうひたすら城を回収して強くしていきましょう。それくらいしかもうちょっと思いつかないな。まあいい感じで金ヶ崎で武田と今川がぶつかってくれてるので、戦力は消耗してるはずなんですよね、彼らも。この状態をうまく続けたい。政策を取り行います。表情を始めましょう。先月の収支です。なんなりとお申しつけよ。
上場を始めましょう。先月の収支です。よし、これである程度目処は立ってきましたね。で、いよいよ次のターンで今川との停戦が明けるので、そこでどうなるかですね。表情を始めましょう。先月のまずは速攻で贈り物を送りましょう。で、速攻で工作も行いましょう。光秀を投入か。で、朝廷外交はあと4ヶ月持たないんだよな。贈り物行ってくれ。よし、今川と12ヶ月間の同盟が結べるような状態になるまではこの状態を保ちましょう。で、ここで武田にも詫びを入れておきましょう。で、こっちでは武田と相変わらず今川が戦闘中だな。悪くない状態ですよね、この状態って。なのでこのままの状態をキープしましょう。ご命令ください。来たるべき反抗作戦のために。ここ結構人がいるな、無駄に。ちょっと人の再配置も考えていかなきゃダメだな。一人しかいないところっていうか、二人以下のところに関してはちょっとここでせっかくなんで配属していきましょう。あとは人が少ないところで言うと、まあ、2人以下のところに関しては人を入れていきましょうか。この辺とかもね、妖艶といえば妖艶ですからね。まあ、末盛城はね、かなり序盤に強化した大事な城ではあるんですが、今となっては末盛城はもう最悪失陥してもしょうがないかなっていう状況にまで追い込まれているのも事実なので、まあ、まずはこんなところでいいでしょう。いや、もう今川の天下は揺るぎない状態になってるな。九州に上陸しようとしてる感じだもんな。四国は完全に今川の手に落ちてる。まあ唯一武田と今川が争ってるぐらいで、
今側に牙を向こうとする奴はいないよな、もう。12ヶ月の同盟が結べるようになったが、12ヶ月の同盟より24ヶ月の同盟が欲しい、今は。もうちょっと待ちましょう。とはいえ、贈り物は送れるときに送っておかないと怖いので、ちょっと様子を見ましょうね。で、朝廷外交は、あと一旦で100になるか。よし、悪くないぞ。朝廷外交は完了したね。この後は今川さんの顔を色を伺いに足しげく通いましょう。よし、今川への24ヶ月の同盟が結べるようになったという話が来たので、これで速攻で同盟を結びましょう。表情を始めましょう。まあ、情けない話ではありますが、これで同盟の成功可否はちょっと見守りましょうね。よし、これで24ヶ月の同盟が結べたので、こっからいよいよじゃあ武田に対して反攻作戦を展開していきましょうか。長かったなここまで。早速まずは山陰地方に展開している部隊は一切必要なくなったので、もうえげつないぐらい露骨に兵を引き上げていきましょう。もう毛利とかもいないので滅ぼされてますからね。こういったところに関しても全く心配する必要がないので、今川に囲まれてる領地はむしろ安心な感じになりました、ね、全軍を持って武田を食いに行きましょう。武田と北条を食ったら、その時また改めて、なんだろう、今川に対してって言った方がいいのかな、宣戦布告できるような状態になっていくでしょう。もう無計画にこうやって兵を出していってますけど、最終的に兵がたどり着いた段階ぐらいでちょっと調整は入れていきたいと思います。今川に囲まれてる城がむしろ安心っていうね、この変な矛盾がありますけど、もう本当に全部の兵動員しちゃって大丈夫なのって感じですねこれ。さあではこれで一気に武田の領地を食っていきましょう。先月の収支です。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。加勢いたしますぞ。そしたらだいぶ詰まってきちゃっているけど、どうしようもないな。なんか無駄に騎乗する。兵を失う前に引き上げの下地を出していきましょう。
しまった、大回戦にしちゃった。まあ兵力的に有利なんでいいでしょう。始めろ始めろ、かかれ、続きなさい、我に続け。ただね、兵の質、武将の質で言うと武田の方が強そうだからな。ここは何も考えずに先方を打っていきましょう。勝敗は決しましたね、ほぼほぼ。兵糧が心配になってくるな、こうなってくると。一度清水山まで引きましょう。まあ5、60あるうちはいいですけどね、それ以上減ってきている部隊に関しては一度清水山まで撤退するしかないか。まあ、総力戦ですからね、我々からすると。富山城を取り返しましょう。戦へ参る。お前たちに勝ち目はないぞ。止まれ。命を無駄にするでないぞ。決勝。よし、郡上八幡をまず抑えたか。郡上八幡を抑えたならちょっとの間だけ駐留させましょう。で、朝倉山城へ進行。富山城も取りましたね。では一条谷を攻める部隊と朝倉山、まあ、勝山城とかも取っちゃいましょう。お任せよ。金ヶ崎が落ちるのも時間の問題ですね。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえた。止まれ。さあ勢力を盛り返していきますよ、いい怪我。はい、というところでですね、時間が30分とちょうどいいところになりましたので、今回は一旦ここで終わりにして、次回ですね、もうこの
今川に独立を仕掛けておいて今川に頭を下げるっていう情けない、ダサいってね、コメントをいただいてしまいましたが、そのダサダサプレイですが続きをやっていきたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いいたします。というところで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。